です。アニヤです。ヌーラです。ユズハです。ピンク。ラテ。ティ。リー。始まるよー。イエーイ。はい、今回はピンクラテの福袋で相思相愛コーデやってみたー。イエーイ。チームに分かれるんですけど、アリアとメイちゃんのチーム、レイラとユズハちゃんのチームで、やっていきたいと思います。思います。で、レイラとユズハちゃんのチームは、店舗の福袋。で、私とメイちゃんは、ウェブの福袋を紹介します。それでは、どうぞ。せーの、じゃーん。かわいい。袋もかわいい。じゃ、早速開けていきましょう。はい。せーの、バーン。かわいい。アウター、もこもこのアウターです。で、この中が違うんですよ。そうなんですよ。これなんとリバーシブルなんです。リバーシブル。そう、こっちのウェブ版はブラウンになってるんですよ。え、かわいい。え、お、ロゴもついてる。え、かわいいね。かわいい。じゃあ、ベージュです。じゃあ、2個目だ。せーの、バーン。パーカーですね。え、トレーナー。あ、そっか、トレーナーです。え、可愛くない？可愛い。え、白のやつにロゴが青。これゲモだ。あ、本当だ。めちゃめちゃ冬使えそう。あったかいやつ。3個目は、せーの、バーン。うわ、今度こそパーカーですね。パーカーです。この色好き。大好き。これも裏ゲモだ。ね、私たちは、エメラルドグリーンかな。うん、そっちがパープル。うんうん、かわいい。レイラちゃんめっちゃ似合いそうな色。好きな色でしょ。好きな色。じゃあ4個目。せーの、バーン。これは同じかな。同じ同じ。しかもこのズボンなんかピチピチっていうズボンじゃなくて、ちょっとゆったりめの、今流行りの感じのズボンで、横にラインもついてる。そう。じゃあ5個目。せーの、バーン。これも一緒。これも一緒ですね。短パンだ。短パン。短パン。で、このチェック柄はね、もうずっと流行ってるチェック柄。うんうん、じゃあ6個目。せーの、バーン。バケハー。バケハー。これも同じ黒だね。うん、黒。ここにちょっとだけロゴが入ってて、黒いバケハーです。じゃあ、小物類の次は、せーの、バーン。靴下です。靴下長い。これハイソックスかな、黒の。多分ハイソックス。ここにちょっとワンロゴが入ってます。次、せーので、バーン。靴下。え、かわいい。これこれもまた使える。9個目いきます。せーの、バーン。かわいい。なんじゃこりゃ。ハンカチだ。ハンカチです。ハンカチです。ハンカチです。すごい可愛いね。ね、紫ってなんかあんまみんなの気がする。紫黄色。ね、してラスト。ラスト。はい。せーの、バーン。ゴム。ゴム。エアゴム。3色ありますね。え、3色入ってる。しかも全部可愛い色。めっちゃ可愛い。使える。なんと、10点入ってました。10点。すごい。10点。あとこの袋もね、ついてきます。袋もついてます。これジッパーになっててね、ちゃんと使えるので。これでも意外と使えるよね。使える使える。かわいい。便利ですね。しかもこれら聞きたいでしょ。聞きたいよね。聞きたい。税込み1万円です。皆さんお得です。お得すぎだね。お得すぎ。10点で。お得。10点で。10点で1万円でした。1万円ですよ。そうですよ。まあ、これはもう今お得なので、皆さんゲットしちゃってください。はい、では今からこの2つで相思相愛コーデやっていきたいと思います。私が相思相愛するのはレイラで、で、メイちゃんはユーサちゃん。で、今からコーデをね、組んでいきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。じゃあ、お二人さんには、あっち行ってもらったので、今からコーデ決めたいと思います。はい。小物もね、入るからね。ね。どうしよう。でも、レイラ、紫好きだから、紫のトレーナー使えそうだよね。あー、それわかる。だよね。出てきそう。でも、こっちだったら紫じゃないんだけど、こっちはこれ。どうしよう。でも、逆に逆手を取って、違うのを選ぶ。あー。ユズハと何か。なんか、ちょっとガーリーめか、なんかちょっと元気な感じで来
そうだから、うんうん、なんか色物を入れてくる気がする。確かになんかさ、こっちの方が大人っぽいからさ。そうそうそう、ヤワンちゃんこっちだよね。ありそう。え、ありそうだよね。なんかありそうな気がした。なんかレイラちゃんと被らないようにするわけだから、なんかレイラちゃん譲ってくれそうじゃない。確かにくれそう、くれそう。聞こえてないかな耳栓しといて。あ、じゃあこれはゆうさん、で、これはあり。確かにこっちの方がちょっと大人っぽい。うん、こっちでしょ。でもレイラバケ派選びそう。あ、わかる、すごくわかる。バケ派で、ちょっとバケ派に合う感じ。あ、もういい感じよ。いい、かわいい。で、どうしようかな、ズボンを選ぼう。ズボン、どっちがいい。紫か、紫か。どうなるんだろう、どうなるんだろう。でもレイラこれ選びそう。わかる。じゃあ、まあ上下これとして、アウター一旦置いといて、置いといて、置いといて。靴下は、靴下はどっちだと思います。え、どれ。え、でも、うん、レイラちゃんはバケハかぶるって予想してるから、確かにユズハちゃんゴム来るかなって思います。うん、確かに。で、これで手を拭くとあとアウターよ。アウター、どっちがいいんだろう。なんとなく、なんとなく、金行く、金行く、あー、うん、もらいます。あ、どうぞ、あ、どうぞ、どうぞ。え、でも、紫だから想像力大丈夫。あ、でも、あっちは、こっちがベージュなんだよね。うん、じゃあ、こっちのモフモフしてない方をこっちにシャシャシャます、します、します。オッケー、じゃあ、これで今一通りをね、決まりましたね。決まりましたね。はい、ということで今から決めていきたいと思うんですけど2番目だからなんか変なプレッシャーがすごいあるので、まあ何がいいですか。アイアちゃんはなんかすごい気がする。確かに。じゃあレイラこれにして、で私が、うん、そしたら靴下も長いのと、で、いいかな。が分かんないんだよね、うん、でもなんとなくこれめいちゃん着てそうな気がするんだよね。なんかなんかもし合わせに来るんだったら、なんかアリアちゃんはレイラ紫好きだからって言ってこれパーカーにしてそうなんです。じゃあ OK、 決まりました。はい、違いました。じゃあ今からアリアの相思相愛相手のレイラを呼びたいと思います。レイラー、レイラちゃん、はーい。あー、なんで真似が似てるよね。同じじゃない。え、トップス以外同じじゃない。靴下は、靴下はあれだよ、一緒一緒。本当一緒、うん、え、やった、やばい、やば。え、やっぱそれ紫選ぶと思ってたの。え、でも、え、なんかゆさちゃんがもうちょっと明るい系に行くかなと思って、うん、こっちちょっと大人っぽい撮ってたじゃん。だから、あ、こっちかなと思ってたんだけど、同じだったね。同じだった、同じだったね。あと今動くしよじゃあ次、めいちゃんの私の相思相愛相手のゆずはちゃんを呼びたいと思います。ゆずはちゃん、おいで。あ、もっぽめだ、もっぽめだえ、でも8割くらい一緒だよね。え、ゴムはいる、いますね。え、でもなんかトップスが青でちょっとベージュっぽいから、ちょっと白い、うん、そっちの方が合ってるか。モフモフ系女子だった。モフモフ系女子だったか。え、でも割と似ててびっくり、うん、めっちゃ合ってる。ちゃんと合し合ってたってことですね。そういうことで。使いました、使ってくれましたね、めっちゃ面白かったこれ、ね、アリアとメイのやつはピンクラテのウェブの方です。そしてレイラとユズハちゃんのしているものは店舗の方にありますので、ぜひチェックしてください。概要欄にこの福袋の URL を貼ってるので、ぜひポチッとチェックしてみてください。見てください。あと誰のコーデが良かったかも書いてね、書いてね、書いてね、コメントではい、それではもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。